関東地方は広く晴れますが、午後はあちらこちらでにわか雨や雷雨があるでしょう。あちらこちら、すごいね。あちらこちら、午後はあちらこちらでにわか雨や雷雨があるでしょう。うん、最高気温は、うん、あーラジオ結構あれなんだよ、だいたい関東地方で最初に民放ラジオが始まったのは東京ラジオだから、まああの TBS つけてるだけなんだよ、まあまあ暑いね、 NHK 以外の最初の民放ラジオだったっていうだけで、だけでまあミリタリー放送はあったんだろうけどな、神奈川県だって米軍が昔から駐屯してるって。今日はちゃんと仕事をしなきゃいけないから、仕事っていうかあのカメラ目線って気取っちゃうけど、ひげおじさんがまあ後でひげ剃り動画も撮ってもらったんだと思って、ひげ剃った時とひげのおじさんの量ひげとボインとか結構ひんにファンだったりもするっていうボイン好きじゃなかった、ぽっちゃりさん好きだよ、ひげとひんにゅうひだい虫が多くてさ、結構あの蚊に噛まれるんだよ、もう標高に200m だから、 2000m200m だから、あのだいぶ蚊が来るんだよ夏はな。蚊もいるし、よくわかんない、見たことないような虫も結構いるんで、結構虫対策大変っていう。そうそうそう、ヤマハのヤマハさんと仕事したいっていつも言ってんだけど、なんか俺のアカウント盗んでるやつが俺になりつまして、なんか動画盗んで俺のやってるらしいから、なんか成りすましてるやつがいるから、どれが俺だか分かんないらしくて、まあハングル野郎なんだけどな、あの東南アジアの方に逃げ隠れしてるやつな、分かるだろ。あのそれでヤマハの QY100、 まあこれが最後の、最後じゃないんだけど、最後の方の QY シリーズのシーケンサー、まあいわゆるこういうなんていうの、ゲームっぽいやつに見えちゃうだろうけどね、キッズはね、音楽作る、音楽の作曲とアレンジする機械で、作曲アレンジしても音色もいつでも変更できるし、まあ俺は他の人、まあ普通に音符通りにポンポンポンと打ち込んで、人とは違うような耳触りとか手触りの作品も作れるから、これだとね。だけどそれはもうかなり手間もコツもいるし、そのヤマハさんと実は共同開発したいって俺は言ってんの、俺のアカウントに来てくださいって感じなんだけど、連絡ね、ヤマハさんが、でスライ山本のアカウントに来て、他のやつなんか藤田智に影響を受けたギタリストとか、わけのわかんねえこと言われても、藤田智さんと俺面識ないから、この先できるかどうかわかんねえけどな、まあそのカリスマギタリストとかなんかわけのわかんねえこと言われても困るな。でまあその俺はよくあの副島俊樹っていう、なんか静岡に今住んでるらしいけど、副島俊樹さんという若い上手な、まあ、ギターの名人がいるんだけど、俺よりだいぶ若いよな、あの人は。まあ上手なんだよ、俺なんかよりギターが上手で、ヤマハも本社静岡にあるんだけど、静岡に工場があるのかな、わかんないな。まあそれで楽器、まあいわゆるハンドメイド楽器にしろ何にしろ、まあヤマハ、静岡っていうのは楽器の町だったりもするから、まあ隣の県なんだけど、なんかあっちの方かわかんない、まああの富士山の近くの方な、富士山がある、富士山があるも、あの
県っていうのは3つぐらいあるけど、山梨、静岡、長野とか、他にも富士山を富士山がまたいでる県ってあるのか分かんないけど、まあ若い頃はまあイベント会場の設営する肉体労働をしてたから、その頃の夏フェスっていうか、そういうイベント、富士山近くのイベントっていうと、なんだっけ、マウント富士ジャズフェスティバルみたいな、あれは山梨なのかな、どこなんだろう、なんか行ったよ、何遍かな行ってみたけど、その頃出てたミュージシャンっていうのは、まあフュージョン関係のアルジアローとかまあまあジャズ喫茶で聞くお客さんにとっては、俺ジャズフェスに来たのに、なんかフュージョンっていうか、まあ、いわゆる夏ギターフュージョンとか、まあフュそういうポップスフュージョンな、そんなのが多かったなみたいな、それ悪くないけどねそれはそれでいいんだけど、まあ、ジャズ喫茶で聴くタイプのジャズはあんまり出演 してなかった当時ね当時っていうか89年から92年頃まで、あのそういうイベント会場の設営に何遍か行ったけどね、まあ水おいしいよね、あそこら辺ね、あのあそこら辺で水道水で水飲むと美味しいの飲めるからさ、あの顔洗う時でもさ、冷たくてな、夏でもな、富士山のふもとの方、ふもとっていうか、まあ水がきれいなの、まあそういうとこっていうのはいわゆる精密機械作るのにいいからさ、あの自然も豊かだからいい木材も取れるし、楽器の街なんだろうな、あっこら辺ね。で、まあ、ヤマハさん、ヤマハのロゴが見えるかどうかわかんないけどね、ヤマハがゲーム機を作ってるかどうかは俺は知らないけど、これに AI 機能、あの最近のな、これ20年ぐらい前の機材だから、まあ、型落ちもいいとこだよね、あの恐竜時代の、恐竜時代っていうか、もう子供にとって、キッズにとって生まれる前のあの機材だから、もっとかっこいいのあるね、今風のあるじゃんとか思うんだけど、今風の機材使っても俺が打ち込めば違う風な手触りの音が出せるんで、この機能プラス俺のノウハウを詰め込んでな、例えばシミュレートな、だからあの同じようにアレンジしたりとかね、音楽器を鳴らすにしても、まあ、ギターにしろ、あの指板の触り方とかピッキングのタッチによって音変わるよ、これも変えれるし、まあ指板の動かし方で音程なんか微妙なの出せちゃうよ、ピュピュピュっていうまあそれ楽器やる人に向けての動画だけど、音楽好きな人に向けての動画でもあるから、まあそういうことね、細かいニュアンスを、まあ俺は打ち込むことはできない、プログラムすることはできるんだけど、他の人は譜面通りに打ち込んでもその音にはなんないから、そのノウハウを、まあ、シミュレートした機能をある程度何パターンかポンと押せば、それがあのワンタッチでできるようなね、だからドラムにしても人間が叩いてるようなあの手触りのドラミングができるような、ある程度パラメーターとかベロシティっていうんだけど、その数値ね、プログラミングの打ち込みのその数値を、まあシミュレートしたの何パターンか入れて、ここのドラムの音はこのシミュレートでな音符を何個か入れてとか、そういうのもできそうだし、 俺のノウハウだけじゃなくて他の人のノウハウもあるかもしれないけど、まあ共同開発者として、まあ俺みたいな手触りのアレンジとか音を出したいんだったら、このノウハウをシミュレートしたのをいくつか用意しておけば、そこをポンと押して音符を打ち込めば、そういうグルーヴが出せるとか、まあ音程 のスライドの仕方でもね、まあ、それできそうだから、うん、そのパラメーターとベロシティ数値ね、そこら辺をまあ専門用語言って申し訳ないけど、分かる人にだけね、分かる人に分かるように言っておかないと、ヤマハさんと仕事できずじまいになりそうだから、こっちが映るのかな、カメラに映ってるかどうか分かんないけど、それ本当やりたいなと思ってんだけど、その俺も
ヤマハさんで、ヤマハさんにとってはそのヤマハさんとそういう共同開発の契約を結んだりしたら、あの俺の使ってる機材全部ヤマハ製品にしなきゃ許さねえぞっていう契約はちょっと、それプライベートではそれちょっとかなり厳しいもんがあるかなっていうのもあるけどね。まあヤマハのスピーカーも悪くないとは思うし、あのいくつか 名作っていうのも過去にあるから、ヤマハのスピーカーね、まあ、JBL っていうのが昔日本のレコーディングスタジオでは主流だったんだけど、それまあこのラジカセの山水っていうのがあるけど、山水、日本製の山水、山水オーディオっていうのがあるんだけど、山水電機からまあそういうのがあるし、あの その山水っていうところのモニタースピーカーとして JBL を使って、 JBL アメリカの会社なんだけど、アメリカの JBL も山水のアンプで自分のスピーカー作るのにモニターアンプとして、まあ、姉妹品としてやってたんだけど、まあ、ある時ヤマハのスピーカーに変わって、まあそれも名機だから名作なんで、ヤマハのスピーカー一つはあってもいいから、俺のアンプだったらまあスピーカー切り替えできるから、今ヤマハのスピーカーで聞くレコード結構相性良さそうだなと思ったら切り替えちゃうかなとか思うけど、まあ何でもかんでもね、ヤマハのエレキは俺実は一番触った感じでちょっとあの相性悪かったの、はっきり言って申し訳ないんだけど、それ正直に言った方がいいと思って、うん、ヤマハのパシフィカってあるけど、パシフィカの指板俺ちょっと苦手なんだな、うん指板ね、あのここを触る指動かす方のタッチの仕方がちょっと相性、俺にとってね、他の人には名機なんだろうけど、パシフィカってね、ボッチザロックで有名だけどさ、あのパシフィカちょっと指板のタッチがちょっと俺ちょっと弾きづらかった。でまあ昔のヤマハのアコースティックギターやフォークギターとかそういうんだったら名機もあるなとか思うけど、まあ今主流のパシフィカは実は相性悪いっていう俺はねまあ自分の特徴があるから、その特徴っていうか、まあ持ち味出せないような指板だったから、ちょっと触りにくい、ね、触っててタッチがね、こっち側がまああのちょっと難しかったね、いつものことをやろうとしたらまあ他ので慣れすぎっていうのもあるけどね、まあそれいいとして、これはまあヤマハが最近出したシーケンサーも初心者向けにはいいかもしれない。なんか囲碁将棋クラブの5番とか、まあ5番の目があるじゃん。あのこう将棋や囲碁でね、チェスでもあるけど、まあそれのどことどこに打ち込めば、まあこういう音が出るっていうの練習にはなるとは思うけど、本格的に作品にしちゃうのあれでなとか思ったら、細かい設定難しいなと思って、こっちの方が実はやりやすいんだけど、まあバッテリーにしろ旧式だから、すぐもう内蔵バッテリーってのがあるの、そのデータ用のバッテリーがあったり、それがもうだいぶいかれちゃったし、20年経つ、ね、こたまに交換しなきゃいけないのに、1回か2回交換したし、最近バッテリー技術も開発してきてるよ、まあ車にしろさ、何にしろさ、電気自動車あるいは EV 車って言った、だからバッテリー技術もだいぶ向上したし、イコライザー技術とかな、イコライザーって昔は高級品で、まあアナログのまあパラメトリックイコライザーとか、グラフィックイコライザーとか、そんなものをオーディオで買おうとしたら、まあ別個にそれ用のラックを買って、まあそれなりのもいい味があるんだけど、その昔のヴィンテージのもあるけど、まあ今もう画面上でタッチパネルでだいぶいくつかポイントを決めて、ここら辺をまあ3つか4つぐらいポイントを決めて、ここら辺をこう強調したようなウェーブを作れば、ウェーブっていうかね、こういう周波数のウェーブね、高い音はこのくらいで、低い中くらいの音でここら辺とここら辺こういう角度をつけて、低い音の中間のちょっとここら辺の音
余分だからちょっとカラッとしちゃって高温な、まあいわゆる周波数の周波数っていうか各一個の楽器の音にしろ全体の音にしろその周波数のカーブをまあタッチパネルでできるやん、もうあのスマートフォンの時代だからあのできるから、まあいろいろそういう最近の技術もあるし、編集作業もまあ安くできる、コスト的に技術が安くなってるから、まあ当時でもこれ俺がまだ使ってるぐらいだから使えるぐらいだからいいんだけど、まあそれをもっと共同開発でアイデア一緒に出すといいのできそう、できるんじゃないの、俺のその持ち味の人間的な、人間がドラム叩いてるようなグルーヴとか、まあ他のそういうね周波数とか、まあバッテリーのアイデアとか、まあアウトプットのなんていうの、あの数とか、最近はもう DJ 関係というかトラックメーカーとかビートメーカーの人も使うと多分面白いと思う、そのミディ端子にしてもらう。でメモリーもこれね、フロッピーよりもかなりフロッピーよりちっちゃいけど SD カードっていうやつよりもちょっと大きい、このサイズ見たことないよなっていうの。まあこれはまあ曲とパターンの記録はできるけど、パターンってパターンや曲自体の記録はできなかったりするし、だからこれ引っこ抜いて他の機材に突っ込んでも俺と同じ音は出ないね、この型番ではな。だからまあ例えばここのミディ端子、ミディっていうのミディケーブルでつなげて他のシーケンサーにぶち込んで、そのシーケンサーでこの俺がぶち込んだグルーヴを鳴らせばそれは出せるかもしんないけどね。だけどまあこういう機材、このサイズじゃなくてもいいけど、もうちょっとこれが4倍ぐらいになってもまあビートメーカー買うと思うけどな。あのドラムだけじゃなくて他の編集もできるし、まあサンプリング機能をそれにプラスするかしないかはちょっと考えもんだけどね。あのそれサンプラーはまあ別個でこれで同期さ、ミディで同期させちゃった方がいいかなとか思うビートメーカーやトラックメーカーもいるだろうから、サンプラーはこれにオールインワンにしちゃうとかえって機能多すぎたりすると、多すぎるっていうかいろいろできたりすると、あの作る方としてもどれ使おうか、どこのボタンだったか、どこのページを開くんだったかっていう、まあパソコンでも困るやん、あの全く知らない分野のことをまあ最初からやるってなるとね。でマニュアルもあの最近は YouTube で教える人がいるんだろうけど、最近、ま、説明書をつけたがらない企業多いから、楽器メーカーもね、だから YouTube でみんな勉強してるし、新しいサンプラーにしても、ね、サンプラーに説明書ついてないから他社だけどね。ヤマハさんはサンプラーの分野はそれほど専門分野じゃないのかなとは思ったから、まあサンプラーの機能をこれにあのオールインワンで入れるか入れないか、まあヤマハさんと仕事をすればの話だけど、そこら辺どうするよっていう話はまあビートメーカーの勝手もあるからな。サンプラーはサンプラーで単体でいろいろもう そっちの操作が慣れてるからいらないとかもあるだろうし、こっちの操作のシミュレーションっていうか、まあ俺のノウハウのシミュレーションっていうか、それをまあ何パターンなり、このグルーヴの時はこのパターン何小節か分だけ、音符何個分だけこのボタンを押せば俺のノウハウのパラメータやベロシティをあのその音色でプログラムで打ち込めるっていう、そういうアイデアとかね、それやってみたいな、やってみたいなっていうか、それやると俺の次の制作も 楽にもっと早くなるし、まあ俺自身も自分で慣れてるからそれ打ち込むの早い方だろうけどな、他のあのプログラマーより多分早いとは思うよ。あの自分の技術だから、町工場のおじさんだから
でも他のやつはどうやるかなっていうのは、まあ実際あの隠しカメラでずっと見てなきゃ無理かなっていうのがあるからそれただで隠しカメラで盗まれたくないなとか、あとまあ例えばそれもね、キューベースとか、まあなんだっけ、もう一つあるじゃない、一番高級なの、まあいわゆるデスクトップ上のパソコン上でやるやつもあるけど、結局オンラインであの発表するときに、どうするんだろうな、あのそういうまあプログラミングした技術がすごく他のあの他のビートメーカーがその技術全部ベロシティとパラメーターのノウハウ盗んじゃいって思っちゃうとできるわけじゃん、デジタルでパソコン上でやってるわけだからさ、あのそれパソコンってさ、まあスタジオ用音楽用に1台持ってる人ばっかりじゃないし、普段の生活で他のなんていうのお買い物ネット通販とかいろいろあるじゃん、まあ SNS とかさ、その時にもつなげちゃうよ回線をな。それついでに他のつなげてるついでに他のやつが、お今チャンスだからこいつのプログラミングのノウハウあのSNS してる間に盗んじゃえよって言ったら盗めるよねっていうね。だから別個にパソコン買うか、それとも、パソコンもう一個買うの、それでかなり音楽用だけにパソコン買わなきゃいけないの、俺そこまでもらいのいいビートメーカーじゃないのにって人たくさんいる。ビートメーカーそんなに儲かんないから、音楽専門で、まあ、持ち運びもできるし旅行にも持っていけるじゃん、これの4倍としても持ち運びできると、まあ、旅行にも旅行っていうかさ、まあ、巡業に持っていけるわけだよね、現場に他のまあなんていうのクラブに行く時でもさ、こんなこれよりもうちょっと4倍としてもまあいわゆる DJ 機器としてさクラブ対応できるからそれでいいと思うし、4倍ぐらいの大きさにしたとしてもまあ最近のなんていうのデジタル技術の AI とか、俺は AI で勝手にもうあのメロディーだけ打ち込めば全部あのパソコンが忖度してやってくれるっていうのは、実は俺 AI 技術って本当嫌いだ、嫌いっていうか俺そんな風にやってもらいたくなかったな、俺としてはこっちのノリでこの区間の音符の何個だけは打ち込みたかったっていうのもあるし、だから他のやつもそのグルーブ出したいよと思ったら、その技術のノウハウをまあヤマハさんから買ってっていうね、まあヤマハさん俺のノウハウをね、俺の著作権でそのが入るかどうかは分かんないけど、そのベロシティとパラメータに著作権っていうのがまあ世界的な法律であるかどうか分かんないから、まあ共同開発のまあ報酬としてある程度俺がもら契約金でもらえばいいから、そしたらヤマハさんの株式も買えそうだしね、かいや買ったところでどうするんだってのもあるし、本当はもっと配当がいいとこがいいかなとか、まあ俺株式の上昇とかあの下がりとか、まあそういうのそういうので儲けたいと 思うようなビジネスマンじゃなくて、銀行預金の利子よりも良ければいいかなっていうのもあるし、だからまあまあでも山田さんの株式持っちゃったりすると、まあ株式保有者っていうのは有限権を持つ、有限権っていうのはまあ有限会社の有限な、喋るじゃなくて、株主っていうのは有限権を持つ会社の社員として認められるんで、あの認められ持ってる間はね、だから株主の間はあのその会社の社員、だからまあパシフィカちょっと相性悪いなんて言っちゃったけどね、株主でないのにね、そこら辺にもまあいろいろアドバイスとかできるかなとか思うから、そのエレキギターの分野はそんなに上手なギタリストじゃないかもしれないから、まあそれはまああれかもしれないけどね、そっちの方にあの口を出すかどうか別かもしれないけど、まあいわゆるこのシーケンサー部門ね、ヤマハさんっていうとまあ普通
あのピアノ教室行ってる人はヤマハのピアノのあれかなとか思うんだろうし、まあ農家の人は耕運機の会社かな、ヤマハ発動機の方かな、農業かなとか、まあそれも俺実は耕運機とかも実は興味ある、耕運機じゃなくてもここら辺も草が多いから草刈り機とかもヤマハ発動機であるかなとか思うけど、まあそれはまあまた別の話で、まあバイク好きもな、ヤマハのバイク好きなんだよねって格好がいいよねとかいうやつもいる、ヴィンテージバイクね、昔のSR かな、わかんないな、 SRX ってのもわかんないけど、なんかそんなんあるじゃん、あのそんなにパワーね、パワーとしてはどうかな、まあそのシェイプがかっこいいよね、ヤマハのヴィンテージバイクね、俺は乗らないけどね、バイクの免許持ってないから、友達で好きなやついたけど、まあそこら辺の分野、まあ他の分野もあるけど、ヤマハもヤマハのこのシーケンサー部門のまあ、デジタル楽器部門の人と仕事したいなっていうのは実は昔からあるかな、まあそれ結構それやるとだいぶ生活できるかな、今だいぶ赤字だから、本当赤字なんだよ、俺は金持ちでも何でもないから自腹の赤字で、いまだに親のすねかじったり障害者年金もらったりして、その助けで食ってるだけだから、この部屋っていうか、まあ平屋だからまあいいけどね、まあ、平屋が借りれたってのもまあ神奈川県の人たちのまあ心遣いがもう手伝って、そういういい条件の安い平屋を安い値段で平屋借りれたのかなっていうのもあるし、集合住宅だったら近所のご近所にだいぶ気使わなきゃ、音楽を作ったり聴いたりできないから、普段の生活で音楽生活にいろいろ言われたくなかったし、家族と住んでると親父とは全然趣味違うし、まあ親父の好きな音楽悪口言いたくなかったけど、親父が俺の音楽になんか文句あったらしいから、それだとちょっと俺もうだいぶ犠牲を払わなきゃいけないなと思ったんで、それかなりできることができなくなっちゃうから、数少ないね自分の能力、うん、そんなにいろんな能力ある程度みんな方面であるとは思うんだけど、一人に対して各方面のあるとは思うけど、自分が一番好きな方面の一番得意な能力が全然できなくなっちゃうと、それすごく困るからまあヤマハの中ではギター部門なり耕運機部門なりバイク部門なりピアノ部門なりいろいろあるだろうけど、このデジタル楽器部門ね、オーディオ部門に関しては俺はまだよく分かってない、あんまり使ったことないから、その使ってみると結構いいじゃんって人もいるらしいから分かんないけど、そっちの部分はそれほど専門でもないし、まあ専門っていうかね、一番得意な分野っていうのはこのデジタルシーケンサー部門でのアドバイスっていうか、まあその共同開発者としてのいろんな意見出せそうだなと思うから、それ本当やりたいんですよね。あの俺になりすましてる東南アジアに逃げ隠れしてるなりすましあの詐欺師のやつらな、そいつのおかげで俺の人生赤字続きで搾取されまくりで困ってんだよ、だから俺は東南アジアのやつらに現地のな、いわゆるその国のやつらに恨みを逆恨みしちゃ申し訳ないだろうっていうな、そういう半グレ野郎どもがのおかげでな、その現地でトイレの水回りが悪いやつらなとか、そこら辺なんとかしなきゃ、マラリアとかまあデング熱とかな、媒介しやすいじゃんっていうな、それ邪魔してんの、その半グレ野郎どもだって、東南アジアに逃げ隠れ逃亡してるな、密入国して逃げてるやつな、そいつらもうほんとふざけんなよって感じだよ。俺はあのクラブとかでまあヒップホップ系なりまあそういうやんちゃっぽい、一見やんちゃに見えるよ、ビートメーカーとかさ、あのトラックメーカーとか、でもそいつら本気でさ音楽好きなやつなんだよ。だけど
そういうやつらに似たような格好して邪魔してるやつ本当許せねえなっていう思うよ。あの音楽本当に好きなやつと違うから、本質的にそういうなりすまし詐欺師のやつらな、違うぜっていう、あの実際知らねえだろっていうな。俺が藤田智さんのギターに影響を受けてるかっていうと、普段の生活で聴いてないよなっていうな。いや実際よく分かってない、藤田智さんに関しては。友達の二郎になんか面が似てんなとか思ったことあるけどな、ジロあんなギター弾いたっけな、なんかキングクリムゾンのサイドギターのなんていうのサブギターのやつがいるじゃん、あのどっちだっけ、まああの虐待王子な、キングクリムゾンのサブギターの方な、フリップじゃない方な、エイドリアンってやつだよ、あの虐待王子だよ、あいつみたいなギターを弾いてたかもしれないな、藤田智みたいなギターを弾いてなかったと思うよっていうな。まあ俺もあのサブギターのやつ好きなんで、デビッド・ボーイよりもあのサブギターのやつが聴きたくて、サポートメンバーのあの虐待親父が聴きたくて、俺はデビッド・ボーイ仕方なく聴いたいうこともあるけど、どっちか言えばあのサブギターがソロアルバム出してる方が手に入ったから、デビッド・ボーイ聴かなくて済むなっていうの、はっきり言ってやったからな。デビッド・ボーイクソくらいっていう感じ、ちょっと邪魔なんだよね、サブギターのやつのギター音聞くときにな。デビッド・ボーイのあの歌舞伎パントマイム野郎がちょっと邪魔だなとか思ってな。それ言っちゃダメだった。いやデビッド・ボーイに失礼、そうかな、音楽好きに失礼だろうとか思うけどな。まあそれは悪い、正直に言っちゃダメなのって、嘘偽りをなりすまし詐欺師野郎みたいに半グレ野郎のな、言った方が良かったっけっていうことだよな。 BBC にはっきり言っているからな、俺な。デビッド・ボーイがどうかしたかって、俺はあの虐待親父のギターが好きなんだよ。でまあこれの開発したいな、これね、 QI シリーズの技術者がまだヤマハ社に残ってるかどうかわかんないけど、まあそこら辺のまあ関係の部門のまあ昔上司だでも退職したんだよねって人たちは残ってると思うから、まあ引退してまあ隠居生活してる上司にノウハウを聞きに、そういうコネクションもあるだろうし、ここら辺の回路どうなってたんですか、これ今の技術でもうちょっと発達させたいんですけどっていうのとか、まあそういう相談もできるわけで、ヤマハ内のそのコネクションというか退職者への連絡としてね、そういうのもあるから、まあいや別に俺のそのプログラミング方式だとローランド社のあのシーケンサー使っても同じ音になるかもしんないんだけど、まあこういう俺一からローランド社のあのシーケンサーのプログラミングをまたマニュアル読んで、その細かいパラメーターとベロシティのあのノウハウをそっちにまた移すっていうのも大変だから、ヤマハさんとやった方がいいのかな。ローランド社は他の機材でいいのがあるけどね、うん、だからまあイエローマジックオーケストラだっけ、松竹さんって人がプログラマーだったんだよ。だから YMO の3人以外にプログラマーとか、まあ他のサポートのあのスタッフいるじゃん。だからシンセのそういうこっち部門ね、シーケンサー部門担当は松竹さんだったのね。あの R してでいい、あの松永の方だよ、俺のネタパクったやつな、うん、松永ってやつな、 R指定の相方な、あいつふざけてんな、俺のノウハウを無断で黙ってな、なんだっけ、キンプリの曲に使ってたな松永な、うん、ちょっとあったらよろしくなっていう感じだけど、ビートメーカーらしいからさ、 DJ かなんか知らねえけど、でまあそういうこと、あのプログラムのベロシティとパラメータと他のアイデアね、ここら辺の出力とか接続とかバッテリーとか、うん、イコライザーとか、まあコンプレッサーももう今 IC 端子なのかよくわかんないよ、まあそういうのを安くじゃないけど、まあ低コストで作れるじゃんっていうような、
まあ半導体高いのか安いのか知んないけど、意外とスマートフォン技術とかパソコン技術に使ったりとか電気自動車技術に使ってんじゃん。だからまあ昔は半導体っていうかレアメタルとかレアアースとかっていうのは、まあ昔でいうクロームテープっていうのがあるんだけど、タイプ2とかまあハイポジとか言ってたカセットテープを使ってた世代っていうのは90年代後半までいたから、2000年前半までいたのかな。カセットテープでハイポジ使うと結構音迫力あるの出るよねっていう、ハイポジっていうまあクロームテープな、クロームっていうのはあれコバルトって言って放射性物質な、あのいわゆる放射能じゃないけど、まあ、コバルトっていう鉱物をあのカセットテープのテープの表面に吹きつけてね、噴霧してるやつな、クロームテープをなそれちょっと今半導体とかそういうAI 技術、ね、デジタル技術に使ってるからカセットテープに使えないんだよねって、もったいなくてさ、なんか音楽好きには使わせねえぞっていう世の中になってるから、スマホの方がみんな持ってるし売れてんじゃんっていう感じなんだけど、音好きにとってはそのレアメタルやレアアースを使ったらメタルテープで録音すると、あのいわゆる手話録音したらテープコンプレッサーっていうのがあって、テープでいい感じに整えてくれるコンプレッサーが効くのね。でもまあそれもこれに積み込めるじゃん、テープコンプレッサーのシミュレーションできそうだなっていう、だからコンプレッサーも入れたいっていうか、コンプレッサーのシミュレーションいくつか入れといて、まあ各学プリセットに対するコンプレッサーのシミュレーションもできるし、まあそれはどっちかというとパラメータとあのベロシティのシミュレートで、あのコンプレッサーじゃなくてもいいから、各楽器はねトータルコンプのあのシミュレーションね、これカセットテープのメタルテープでメタルのテープヘッドで録音すると低音かなり強調されて、あの周波数がね、あのコンプレッサーかかるようになってるけど、そのメタルテープを実は本当はやるとテープヘッドが傷んじゃうから、裏技としてそれやるとあのカセットデッキのヘッドがかなりあの消耗しちゃうんでなあんまりやるなって言われてた裏技があって、メタルポジションで録音した周波数のブツのカセットテープをカセットデッキでノーマルポジションにすると、実は広域のパリッとした音がもう補正されて出るから、あれメタルで撮ってノーマルで再生すると結構いい音でコンプレッサーかかって、これかなかなか好みの音だなってやつ結構当時いたんだよね。80年代のあのオーディオオタクっていうか音楽好きの、まあ音楽好きでしょうがないやつだけしかわかんない動画になってるから、今回はね特にいやたまに幸運期の話しちゃったけど、その共同開発ほんと俺の生活助けるためによろしくお願いしますって感じ。俺もう赤字で困ってんの、自腹プラスあの親のすねかじって、この年でだよ55歳で親のすねもかじって、あの公共のあのなんていうの援助も受けながらねやんなきゃいけないっていうの、それ辛いなっていうのがあるから、ほんと辛いんだよねっていう、ほんと東南アジアに逃げてる半グレのなりすまし野郎のおかげで俺のアカウントめちゃくちゃなんだよね、ふざけんなよっていうな。じゃあ後でメイクアップ動画ならね、ヒゲ剃り動画もやるんでよろしくっていう、これでヒゲ剃る前と剃った後の塩前塩後の顔がどんな顔になるかお楽しみに。